番目でもいいよって言ったら君どうするどう忘れた2番目でもいいよとか言ったら君どうするどう忘れた私って特売品ですか私って水道水ですか私ってそこらへんのコンビニですか1番目ならいいよって言ったら君どうするどう忘れた実験ねどんな嘘をどんな手でってザクザを犯すのか逆にデートは2の道波紋を広げて踊るつらあらわになっていくラドラドラドラ一冊から見よったあいつとあいつのニッコリいつだって浅くて塩たくずって知ってるのに君の後ろで